ナンバーガールは向井修徳、ボーカル&ギター、田吹久子、ギター、中尾健太郎、ベース、アヒト稲沢、ドラムの4人で構成された福岡県出身の日本のオルタナティブロックバンドです。聴く者の心を揺さぶり、切なく苦しい楽曲と演奏。どの音楽ジャンルにも当てはめることのできない唯一無二の音楽性とサウンド。ナンバーガールは現代の邦楽ロックシーンにおいて影響を受けていないバンドを探す方が難しいほど影響力のあるグループです。そんなナンバーガールの成功の秘訣はこの3つ。 1. 博多発唯一無二の音楽性。 2. 個性強すぎのスター4人。 3. 消えない影響力と増した演奏力。それでは成功ストーリーを追っていきましょう。日本のオルタナティブロックシーンに彗星のごとく現れたナンバーガール。バンドの始まりは1995年、向井修徳がバンドを組もうと決意したこと。向井は当時ライブハウスで照明のアルバイトをしていた中尾健太郎を誘い、その中尾健太郎がライブを見てぜひ組みたいと思っていた田淵久子を誘い、後に向井がそのドラムスタイルに惚れ込んだアヒト稲沢を誘い、メンバーが揃う。作詞作曲を担当し、バンドのフロントマンを担当する向井修徳。女性ながらプロが選ぶギタリストランキングに選ばれる田淵久子。ダイナミックなドラムを叩くアヒト稲沢。そして個性的なメンバーの音楽をまとめる安定のベース、中尾健太郎。この4人のスタープレイヤーたちが揃い、日本のロックシーンを変えてしまうほどの影響力のあるバンドが生まれた。彼らは結成当初から地元の福岡でライブを重ね、自主制作カセットテープなどを販売する。1998年、上京したナンバーガールは、東京1年目から40本近いライブを行い、翌年にはアメリカ合衆国、テキサス州オースティンでのライブをも成功させる。彼らの音楽を聴いた東芝 EMI のプロデューサーにより、彼らは東芝 EMI と契約。1999年にはシングル「透明少女」でメジャーデビューを果たす。メジャーデビュー後もライブを重ね、ライジングサンロックフェスティバル参加やブラッド・サースティ・ブチャーズとのツアーを経て、ナンバーガールライブシリーズ「ディストーション・ディスチャージ」を遂行。その最終日のライブをそのまま収録したライブアルバムをリリースするなど精力的に活動していた。またメジャーデビュー後、2枚目のシングルからデイブ・フリットマンをプロデューサーに起用、渡米を重ねながら音楽を作っていく。しかし2002年9月、絶頂の人気の中、オフィシャルウェブサイトにて突然の解散が発表される。ナンバーガールは解散発表前に計画されていた全国6カ所のツアー、ナム無常の旅をもって解散。解散理由はベースの中尾がナンバーガールからの脱退を希望。メンバーおよびスタッフで話し合った結果、中尾、田淵、稲沢、向井の4人でナンバーガールだという意志が強く、代わりのメンバーを入れて続けることはしないと決めたということだった。解散後、向井は自らの音楽を実行するためにアヒト稲沢と共に座禅ボーイズを結成。解散後も自らの音楽を追い求めていった。ギターの田淵とベースの中尾はそれぞれ個人で様々なアーティストのサポートに入ったり、自身のバンドを立ち上げたり、活躍の幅を広げていった。スパンクページというバンドでは田淵と中尾が同時にサポートに入ってアルバムを制作したこともある。彼らはナンバーガール解散後もそれぞれが求める音楽のために音を鳴らし続けたのである。活動停止から17年後、向井修徳のオフィシャルサイトに、2018年の初夏のある日、俺は酔っ払っていた。そして思った。また奴らとナンバーガールをライジングでやりてえ、と綴られた。そして2019年、解散時のメンバーでバンドを再結成し、同年8月のライジングサンロックフェスティバルにてライブ活動を行うことが発表される。向井は再結成のきっかけについてこう語る。我々が最初に出たライジングサンロックフェスティバルが1999年で、2019年で20年。キリがいいなって思った。そのキリがいいところで一発ぶちかましますかって。また、若い人たちがナンバーガール聴いてる。大好きだって言ってくれる。でも、生まれた頃にはもう解散してて、生で見たことないとも。
そうか、じゃあ見せてやりましょうかって思ったとも話している。再結成ライブの直前、メンバーそれぞれが時を経てもずっとそれぞれの音楽を鳴らしていて、キャリアがストップしていない。積み重ねてきたものがそれぞれある。そういった中でまた集まって、積み重ねた人生を音として鳴らして、また一つに固まったらどうなるんだろう、そこにすごく興味があると語ったナンバーガール。再結成を経て昔からのファン、空白の17年間の間に音源を聞いたファン、そしてまた新しいファン、幅広いファンたちに、彼らは今も昔のまま、いやむしろ昔よりパワーアップした音楽を届け続けている。さて、あなたはナンバーガールから何を学びましたか？よかった、勉強になったという方はいいねと一言コメントお願いします。このチャンネルではあなたの成功のヒントになるような有名人や起業家の成功ストーリーと成功の秘訣が何だったのかを独自の視点で紹介していきます。チャンネル登録していただいた方には他の成功ストーリーもお届けしますので、チャンネル登録お願いします。それではまた、成功の架け橋で。